じゃあ出る時もまたボタンを押す。皆さんこんにちは。今回は井原市にある県道313号線沿いにあるこちらのお店、情熱麺屋というお店なんですよね。一体何のお店なんだろう。ねえ、自家製麺って書いてますね。これは麺系のお店なんでしょうかね。ちょっと今日はこちらをリポートしようかなと思います。はい、というわけで今日も始まります。今日はね、井原市に来てます。毎回気になる、目が行ってしまうね、お店を今日は行ってみようかなと思います。ね、もうこの後ろにね、大きなバスが並んでんですけど、2台ありますね。そのうちの1台がなんかラーメン屋さんということで、ちょっとね、行ってみようかなと思います。めちゃめちゃ気になるんですよね、ここ。それでは早速行ってみましょう。駐車場がね、あるんですけど、この先に入り口があるということなんですけども、もう入り口にメニューが書いてます。運賃表と書いてますね。はい、券売機でお買い求めくださいということなんですけども、どうやって、このボタンを。それではいざ入店でございます。最初に飛び込んだのがこの乗車券と書かれた券売機なんですよね。こんな感じであるんですけど、今回は無難に醤油ラーメンを注文いたしました。店内のね、様子がこんな感じになってますけど、運賃表の書かれているこのパネル、いいですね。なくなんか懐かしい感じで、ね、このバスを生かしたラーメン屋ということになってます。これボタン押してみるんですけど、何も反応がないですけどね。まあそういうところもまあ面白いところかなと思いますね。そしてこの外にあるもう一台のバスなんですけど、基本的にはイベント用に使ってるようですね。まあ、いろんなね、テーマパーク行って、ラーメンを売ったりとか、そういう感じで使われているようです。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。それでは早速いただこうかなと思います。ね、バスの中で食べるっていうのもなんかちょっと変わった感じですね。まあね、子供とかね、なんかカップルでいたら楽しいんじゃないんですかね。なんかそんな感じがしました。麺もね、この自家製麺、こちらの店内で作ってるということでね、いいですね。なんか醤油ラーメン、いや、美味しかったですね。またこのね、スープもいい感じで麺と合うんですよね。チャーシューも非常に美味しかったです。まあ、こちらのね、お店なんですけど、情熱麺屋313ということで、まあ、この県道313号線にあるからそういう名前を付けたっていうのもあるんですけど、ここの店主の誕生日が3月13日ということで、まあ、それも含めて、313と名前を付けているそうですね。いやー、美味しかった。ごちそうさまでした。ちょっと
じゃあ出る時もまたボタン押して。ちょっとシュート押してくれたら。はい、すいません、はい、ごちそうさまでした。はい、いってらっしゃい。はい。そうですね。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。ちょっとね、ほんまに珍しいラーメン屋さんかなと思います。結構ね、なんか子供とかお子さんとね一緒に行ったら楽しいかもしれないですね。なんかね、バスの内装というか、まあ入り口ね、ボタン押して、でボタン入ったらボタン押してまた閉まるというバスのラーメン屋さん、なかなか珍しいかなと思います。じゃあ、まあ詳しくはね、この後のレポでどうぞ。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回は情熱麺屋313にお邪魔させていただきました。まあこちらね、福山市内とか岡山市内とか、まあ、真備とかね、その辺行くときになんか目立つ場所かなと個人的に思いますね。なんだこの真っ赤なバスはっていうことでずっと思ってたんですけど、やっと行くことができました。で、まあ行ったんですけど、まあどっから入るんだというか、どうやって入るんだと思いきや、まあ普通にね、自分で手動でボタンを押してもらって、で、中入ったら、もう一度ボタンを押したら、戸が閉まるということで、その目の前にある券売機、乗車券でラーメンを注文させていただきましたけども。いやーね、こちらね、自家製麺ということで、このバスの中で全部作ってると。いうことなんですよね。いただいたんですけども、なんか懐かしいラーメンの中華そばかなという感じで、ぜひとも皆さんに食べていただきたいなと思います。まあ、先ほどもね言ったんですけど、この313の理由は、この目の前がね県道313号線となってる点と、この店主の誕生日が3月13日ということになってるんですよね。まあ、将来的にはなんかこの313号線をずっと登っていって、なんか高橋の方に店をやりたいとかね、なんか言ってましたけども、まあ実際のところまあどうなのかちょっとわからないですけど、なんか結構いろんなアイデアがあるようですよ。はい、というわけでね、皆さんぜひ行ってみてください。営業時間が11時から、売り切れ次第終了ということです。ありがとうございました。アバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。